フォワード。フォワードとは、サッカーにおけるポジションの一つ。略気は、FW トップとも呼ばれる。相手ゴールに一番近いところにポジションを取り、得点を取ることを主な役割とする。また得点シーンを作り出すためのチャンスメイクも大きな役割である。基本的に攻撃を担うポジションであるが、フォワードの位置する前線でボールを奪えればより、 相手ゴールに近い位置から攻撃を始められるため、現代サッカーでは守備、プレッシングをすることが求められることも少なくない。サッカーの創世期においては、ほとんどの選手がフォワードであったが、ルールの改正や戦術の進化に伴い、その数は徐々に減っていった。ツーバックシステムが登場した1870年代後半には、フォワード5人が基本になり、 しばらくの間は、これが、標準的な形となる。フォワード5人の内訳は、センターフォワード1人、インサイドフォワード2人、ウィング2人であった。1950年代には、フォワード4人のフォーメーション、1960年代には、フォワード3人のフォーメーションが登場して、インサイドフォワードが消滅する。1 9六十年頃からは、フォワード二人のフォーメーションを用いるチームも、 登場しており、ウイングを置かないフォーメーションも用いられ始める。1966年のイングランドワールドカップで、アルフラムゼ監督が率いたイングランドは、ウィンラス・ワンダース・ウィングレス・ワンダーズ、無欲の脅威として知られ、本職のウイングを起用せずにワールドカップで優勝を成し遂げた。しかし、ウイングを置かない4から4から2は、守備的であるという印象が強かったため、 競合チームで採用されることは珍しかった。実際、1974年のドイツワールドカップでは、決勝に進んだオランダ、西ドイツの両チームともウィングを置く4から3から3のフォーメーションであり、未だウィングを採用するのが一般的であった。しかし、1982年のスペインワールドカップで黄金のカルテットを要するブラジルや、 シャンパンサッカーと呼ばれたミシェル・プラティに率いるフランスが、ウィングを置かない4から4から2のフォーメーションを用いて、攻撃的なサッカーを見せたことなどから2トップが主流になり始め、ウィングを用いる3トップは、次第に少数派となる。一方で、オランダは例外であり、前述の1974年のワールドカップ以来、ウィングを採用する3トップのフォーメーションを変わらず、続けている。 2000年代頃からは、センターフォワードのみを配置する一トップのフォーメーションや、ウィングを採用する新たなフォーメーションが登場した。新しい形のウィングを採用するフォーメーションは、4から5から1とも4から3から3の中間とも言えるフォーメーションであり、近年では、世界的に主流となっている4から2から3から1では、ウィングの役割もフォーワードより、ミッドフィールダーに近いものに変化してきている。 FW のポジションは大まかにセンターフォワード、セカンドトップ、ウィングに分けられる。通常フォワードは1人から3人が配置されるが、1人の場合は1トップ、2人の場合は2トップ、3人の場合は3トップと呼ばれる。より細かく見ると、1トップの場合はセンターフォワード1人、2トップの場合はセンターフォワード2人、あるいはセンターフォワードとセカンドトップ。 3トップの場合は中央にセンターフォワードで、両サイドにウィングか、セカンドトップの組み合わせが一般的である。例外として、センターフォワード2人とセカンドトップ1人の3トップや、センターフォワード3人の3トップなども稀に見られる。センターフォワード A、センターフォワードとは、フォワードの中でも最前線の中央付近に位置するポジションで、 ほとんどのフォーメーションで必ず一人は配置される。ファーストトップ、A、ファーストトップとも呼ばれる。フォワードの中でも最も得点力を重視されるポジションである。略語は CF。そのプレースタイルには様々なものがあり、身長の高さやフィジカルの強靭さを生かして、ポストプレーをこなし、ヘディングシュートで得点する、ターゲットマンあるいはポストプレイヤー呼ばれる選手。 巧みなドリブル突破から得点する選手、スピードや身体能力に優れる選手、オフザボールの動きやポジショニングなどに優れ、ディフェンスラインの裏へ飛び出したり、テク守備のマークを外したりして得点することが得意な選手、俗にゴールへの嗅覚が鋭い、得点感覚があるなどと言われる、あらゆるプレーをこなす万能型の選手、ユーティティプレイヤーなどがいる。じて攻撃時には、 相手ゴールに近いポジションを取ることが要求される。ポジションの特性から第一に求められるのは正確なシュート技術であり、シュートの威力や隙あらば、シュートを打っていく、積極性も同時に必要とされる。また、味方からのパスをうまく、シュートにつなげるために、トラップなどのボールコントロール技術も重要となる。インサイドフォワード A。 インサイドフォワードとは FW が5人だった頃に、外から2番目に配置されていたポジションである。インナーフォワード、A、インナーフォワードとも呼ばれる。センターフォワードより下がり目のポジションであり、1980年代以降に誕生したセカンドトップや攻撃的 MF に近い役割を担っていた。セカンドトップ、A、セカンドトップとは、 センターフォワードよりやや下がり目のポジションのことで、セカンドストライカー、A、セカンドストライカー、セカンドアタッカー、A、セカンドアタッカーなどとも呼ばれる。また、FW を1列目、MF を2列目とした場合にその間に位置することから1.5列目とも呼ばれる。略語は ST、または SS。主に2トップの場合にセンターフォワードとタイで起用される。元々は、 フォワードが3トップから2トップになった際に左右のウィングのうちの1枚が内側に入ってきたポジションである。オフェンシブミッドフィールダーの選手と似た配置と役割を持つことがあり、求められる得点能力や守備において課せられる負担の大きさが異なるが、その区別はかなり曖昧であると言える。また、選手がフォワードとして登録されているか、ミッドフィルダーとして登録されているかによって区別。 されていることもある。ミッドフィールダーの選手が務めることもあり、フォワードとしての得点能力に加えミッドフィールダーのようなパスやドリブルの技術を持ちチャンスを演出する能力がある選手が清れるケースがほとんどである。また、軸となるセンターフォワードに対し常に動き回って相手のディフェンスをかき回すなどサポートの役割も担う。近年より顕著な選手として フランス代表のアントワーヌ・グリーズマン、日本代表の香川真嗣が挙げられる。セカンドトップの選手が、センターフォワードの影、シャドウから飛び出して得点する様から、シャドウストライカー、A、シャドウストライカーと呼ばれることもある。シャドウストライカーと呼ばれる選手には、センターフォワードに比べて、ディフェンダーから離れていることでマークされがたいという、特性を生かして、 最前線でプレーする以上の得点力を発揮する場合もある。またシャドウストライカー二人とセンターフォワード一人の組み合わせでワントップツーシャドウという形もある。ウィング、A、ウィングあるいはウィンガー、A、ウィンガーとは3トップにおいて左右両サイドに配置されるフォワードのポジションである。略語は WG。従来のウィングの役割はドリブルでサイドを突破して クロスを上げる、あるいは中へ切り込んでシュートを放つなどフィニッシュワークに絡むことで守備はほとんど求められなかったこのようなタイプの選手を古典的ウィングとも呼ぶしかし80年代以降全員攻撃全員守備が基本のトータルフットボールが主流になると攻撃専門のウィングは姿を消しその役割は MF や DF が兼用でサイド攻撃を担い ウィングハーフやウィングバックと呼ばれる。2000年代頃からは再び3トップが増え始めウィングが復活するが以前と違いパスを出して攻撃を組み立てたり守備でも貢献することも担った上でのウィングとなっている。また高いテクニックを持ちチャンスメイクを得意とするいわゆるトップ下の選手が現代では非常に激しくなった中央のプレッシャーを逃れてサイドの このポジションでプレーしている例も見られる。ウィングを採用したチームとしては、ヨハンクライフが、フリストストイチコフとアイトールベギリスタインを排した、FC バルセロナ、スペインや、ルイス・ファンハールが、フィニデ・ジョージとマルク・オーフェル・マルスを起用した、アヤックス・アムステルダム、オランダが有名であり、共に UEFA チャンピオンズカップ、現在の UEFA チャンピオンズリーグを制定いる。積極的に、 シュートを打って得点を狙う FW の選手はストライカーと呼ばれる。ストライカーの語はハットトリックと同様にサッカー発祥の地の英国でより古くからやれていたスポーツであるクリケットに由来する。クリケットにおいて攻撃側で得点を上げるバッツマン、打者がストライカーと呼ばれたことからサッカーでも得点者がストライカーと呼ばれるようになった。 特に得点の多いストライカーをチームのエースとしてエースストライカーと呼ぶエースナンバーとされる背番号9番をつけることが多いしかしイングランドではストライカーが一般的には司令塔の番号である10番をつけ司令塔は7番をつけることも多い能力の優れた選手にボールを預けて任せるというのは有効である一方その反面で得点源として厳しくマークされたり 複数の選手に囲まれたりすることが多い。ゾーンディフェンスやプレスディフェンスが一般的になったため、特に中央の密集地帯を独力で突破して、得点するというのは困難であり、以前ほど顕著にエースストライカーに依存するユースタイルは見られなくなった。また、天才的なエースストライカーがいなくても勝利、できるように組織的なプレーや戦術が研究され、それにより FW の役割も、 多様化して、ポストプレイヤーおとりになるなどのチームに貢献するプレイや、守備への参加も求められるようになったことなどもその一因である。しかし、依存する傾向は、弱いとはいえ優れた、得点能力を持つ FW の選手重宝、されるということに変わりはない。ブラジル代表のペレア・ローナウド、あるいは日本代表の鎌本・邦重が典型的であるが、 点取り屋に特化した選手は少なくなり、現在はより柔軟に様々なプレーも要求される近代サッカーに適したストライカーが増えている。センターフォワード不在のフォーメーション、戦術を俗に例トップと呼ぶ。3トップ、または1トップのセンターフォワードの選手がトップ下の位置まで下がり、MF として機能することからセンターフォワード不在、すなわちゼロトップフォーメーションと呼ばる。 得点能力のある攻撃的ミッドフィールダーや、セカンドトップ、9番、ストライカープラス10番、トップ下イコール9.5番とも呼ばれる選手が配置されることが多い。1列目の並びが緩やかな部位の字を描くのが特徴である。センターのトップすなわち例トップの選手がプレスを避けつつ、ウィンガーにパスも出せ、ウィンガーが押し上げた DF ラインのスペースに入り込むことができる特性がある。 古くは 1974FIFA ワールドカップのオランダ代表、ヨハンクライフや FC バルセロナ、エルドリーム、ムノミカエル・ラウドルップがこのポジションを担っていた。また、本来は FW 登録ではない、ほとんどの場合が攻撃的 MF の選手がワントップに配置された場合に、戦術の表現としてゼロトップと呼ばれる場合もある。リオネル・メッシを配置したバルセロナ。 トッティを配置した AS ローマ、2010年の日本代表でのホンダケ半スケ、ハンジミューラーを配置したドイツ代表、セスクファブレガスを配置したスペイン代表などの場合である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。